男たちは再生数を求めレビュー動画を撮り続ける。世はまさにユニクロ一強時代。ありて。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、デュモデュモ、はじめましての方はじめまして、そうでない方はこんにちはということでですね、今日の動画で何をやっていくかというと、先日動画でですね、速報動画でユニクロ C が販売されるということでちょっと動画にさせていただきました。で、今回はデザイナーさんが、クレア・ワイトケラーということで、まあ読みはユニクロ C というコレクションになっております。で、こちらが今回レディースだけの展開だったんですけれども、まあ僕なりにですね、ちょっといろいろ商品見させていただきまして、メンズのねマストバイをちょっと発表していきたいと思います。今回のユニクロ C 2023秋冬コレクションマストバイは、そんなものはない。はい、ということでね、茶番をやらせていただいたんですけれども、今回の秋冬2023年秋冬コレクションなんですけれども、メンズが正直着られるアイテムは僕はないと思っています。で、実際にこれは一番大きいサイズだったりだとか、XL サイズとか見させていただきまして、こう肩幅とか身幅とかいろいろもうサイズ表記自体は出ているので、それ見ていただくとわかるんですけれども、正直メンズが着られるアイテムはなさそうかなという感じになってます。で、あとはこういうオーバーサイズジャケットとかもなんかこうサイズの表記だけ見ると着られそうなんですけど、よく見るとね、袖もそんなに長い作りじゃなかったりするので、結構男性の方、やっぱり女性よりはこうちょっと腕がやっぱり長かったりするので、こう腕のやっぱね袖がこうもう全然短いみたいな、袖が足りないみたいな感じに、なってしまう可能性はすごい高いのかなと思います。で、そういう意味では今回の、アイテムラインナップ見ると、メンズがこうまあ争奪戦を制して、着るようなアイテムは正直ないのかなと思います。で、小物の、方もですね、キャップとかキャップハット、あとはバッグとか、まあバッグはね、もちろん、男女兼用で、使うことできるんですけれども、ちょっとこのまあレザータッチ調のバッグ、ちょっとこうまあ簡単に言っちゃうと合皮のバッグで、この形のバッグを男性が持つのってもしかしたらちょっと難しいというか、ちょっと難しいのかなというふうには、個人的には思いました。素材感のやっぱりそのレザータッチのその合皮の感じって、ちょっとねメンズは難しいかなと思います。だと、僕唯一ギリギリなんかこれいいなと思ったのが、コットンシルクスカーフのブラウン、このなんか色とかは良さそう。まあ小物として例えばこう、なんかベルトループに引っ掛けて使ったりとか、する分にはなんかすごい値段も990円で、安いですし、でコットンシルクっていうことで多少はなんかシルクよりはこう丈夫な、感じもしますし、すごくいいのかなと。ただまあ柄と色でこう、あ、ユニクロ C だってすぐバレちゃうのはちょっとあれなんで、例えば買った後1年ぐらい寝かせて、使ったりとかっていうのはすごく良さそうな気がします。はい。ちょっとこのコットンシルクスカーフだけはちょっと僕なんか、まあ他にもね、別にアパレル以外の用途でも使えそうなので、なんかお弁当、まあお弁当持たないんですけど、まあいろいろ使えそうなので、これだけはちょっと買おうかなとは思ってます。はい。ということで、ちょっと今回まあ、ユニクロ C のコラボレーションに関しては、レディースのみの展開になるので、本当に、いろいろインフルエンサーさん煽ってくるとは思うんですけど、まあ、そこだけにしといて自分で、こう、好き好んで買うのは正直やめた方がいいのかなと思います。ただ、レディースの方はすごいこれ、今までのユニクロにはないようないいコレクションになっているので、すごく人気は、出ると思いますので、すごいなんか女性の方が羨ましいな、というふうには、思っております。まあ、メンズの方は、まあ、ユニクロ U が多分同じぐらいか、その後ぐらいに多分出ると思うので、ユニクロ U と、あと僕のチャンネルですと、この、多分、同じぐらいの時期にすごいザラのアイテムっていうのがすごい出てくると思うので、まあ、で、実際にザラのコラボも、おそらくこの9月15日、このあたりに、で、ザラのコラボ結構木曜発売とかが多いので、もしかしたら9月14日とかに、ザラのコラボに関しては発表があるんじゃないかなと僕は思っております。まあ、また、ザラのものに関しては僕の方で、速報の動画で出しますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい。ということで、まあ、まとめると、ユニクロ C のマストバイ、そんなものはないというような、動画になっております。
まあ、また実際に、お店とか行って商品とか見たら、また実際に動画とか、ライブとかやりたいと思いますので、よろしければチャンネル登録と、あと動画の高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time.